こんにちは、ふみです。今日はですね、ちょっとふみパズ久々かなと思うんですけども、今日はあのね、式神使えたあやかしをね、聞きたいなと思って動画を急遽回しております。あのですね、まあもうあと4時間、これ撮ってるの朝7時なんですけど、12時までということで、これ逃したらね、次いつ来るかわかんないじゃないですか。で、今現状持ってるキャラとしてこんな感じですね。お札があって、キャラで言うとね、本当に全然引けてなくて、ですね、町金が3体、町金3体、くなし3体、なこじゃ3体、しらなき2体、フラッグが4体。これはなかなか渋い引きをしてるんですよ。はい。で、ラインナップを見るとですね、もちろん星7が1体も持ってなくて、星6で言うと、王騎雨水。星6さ、王騎雨水が使われてるよね。どっちかっていうとさ。使われてる方が出てないっていうね、ちょっと悲しい結果になっているんですよ。でも星5はもういいかな。まあ、間違いね、強いですけど、そんなにいいかなと思うので、とりあえず、星6の王騎雨水あたりをね、狙っていきたい。もちろん、セイラが出たらめっちゃ嬉しいですけど、まあそんなにね、簡単ではないと思っているので、まあ、せめて王騎雨水取っときたいという気持ち、で、回していきたいと思います。でも、もちろん、皆さんがね、思っているであろう、マーベルで良くないって。きっとね、マーベル強いですから、マーベルで良くないっていう気持ちはすごくわかります。わかるんですけど、今さ、ちょっと諦められないんだよね。微妙な引きすぎて。最後のチャンスをください。ということで、私は皆さんの意見に流されず、誰も言ってないけど、流されず、今日はね、ちょっとだけ、本当にちょっとだけね、引いていきたいと思います。ちなみにその他のラインナップで言うと、星7のね、この上杉伊達、豊臣あたりの武器が欲しいので、この辺が出てくれたら嬉しいかな。あとはもう、大体大丈夫なんで、はい、こんな感じでいきたいと思います。で、今石がですね、123個あります。結構溜まったよね。まあ、毎週25個もらえるからさ、結構溜まっているんですよ。それでですね、何回引こうかなー。でもなんか、パズドラのさ、9周年のさ、CM? なんか二宮さんがやってる CM がさ、公式の発表より先に流れちゃった。まあ、公式だったんですけど、ちゃんと正式な場での発表じゃなくて、先にね、情報が出てしまったっていうことなんですけど、魔法石が、まあ、もらえる、190個かな?もらえるらしいので、まあ、それも合わせるとさ、結構あるじゃないですか。200個は超えるので、まあ200個として、マーベルが石10個だとしても20回引ける。そう考えると、まあ、この23個、この端数ちょっと使っちゃおうかなっていう気持ちですね。100個残しでいこうかな。まあ、103個残し。20回だから4回。まあ、4回ね。いつもなんか4回ぐらいしか引いてないけど、本当にお願いします。最後のラストチャンス。では、1回目、行かせていただきます。セイナ。まあ、星7。セイナ、やっぱりセイナ。選択希望選手、セイナ。今日はちょっとガチャドラを撫でていきたいと思います。おしゃ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 この進化形態、究極の方ってさ、使ってる人いるのかな?武器はね、まあまあ使ってるんすよ。ヒパとかでね。炭治郎パとかで。まあいいでしょう。間違いね。まあ良くないけど。まあ、OK。そしたら2回目いきますよ。まずさ、ダイヤが出ないことには、ちょっと、しんどいぜ。マジで?
違うんだよね。いや、違うんだよね。まあ、弱くはないしさ、持ってるからいいんだよ。2体持ってるんだよ。そこは大きいか薄いが良かったって。これでラストか。いきます。全身全霊をかけて、私はセイナが欲しい。セイナ、セイナ、セイナ、セイナ。違うの出た。違う。そっちかー。まあ、でもね、めっちゃ強くなったよね、竜明ね。おーつー。なるほど。まあ、でもね、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。いや、初ゲット、星なの初ゲット。もうそんなん欲を言えばセイナが良かったけどさ。それはそうなんですけど。いや、でも竜明強くなったよね。よし、これは、いや、良かった。引いて良かったって思えて良かった。もう。いやー、ちょっとびっくりした。動いたから、うわ、セイナ来たと思った一瞬、ちょっと思っちゃったけども、竜明でした。いや、でもね、これは、かなり強化されたんでしょ？で、元がね、持ってなかったから元の性能わかんないんですけど、強くなったんでしょ？神とドラゴンタイプの HP が 1.6 倍ね。で、攻撃力と回復力が3倍、ドロップの L 字消しで半減、攻撃力が8倍。結構さ、マロ行ってる人いるよね、竜明で。村井さんとかも行ってた気がする。よし、これじゃあ、せっかく出たので、使ってみようかな。神とドラゴンタイプ 1.6 倍。なるほどね。色の指定はないけど、まあ基本光って感じでいいのかな。光か、まあ火もありって感じ。よし、これはもうね、この後、まあこれをね、編集して動画出したら、もう早速使ってみた、撮りたいなと思いました。ちょっとね、あの究極攻略の方にさ、しげさんが竜明のおすすめサブみたいな動画出してたと思うんで、それを見てね、組んでみようと思います。本当に良かった。応援してくださった皆さん、いるか分かりませんが、ありがとうございます。ナイス神ピキと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。グッドボタン押すと、そこの見てるあなたも神ピキができます。よろしくお願いします。ということで、本日は以上です。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、さよなら。